松沢隆監督との心に残るエピソード。うまくいかなかったらもう一回やり直すだけ、一から頑張れってガチャンって切った。うわ、俺さっきの俺カットしてくれたおかしくなっちゃうね、それねおじやそ前園正清のおじさんだけど遊んでもいいですか。はい、よろしくお願いします。今回も、はい、サッカーの企画をちょっとやりたいと思ってます。はい、はい、ちょっとまずは、今回いきなりですけども、はい、ちょっとゲストをお呼びしましょうか。はい、はい、せーの、おじさん。はーい、どうもまあまあここはおじさん、まあ近いですけど、まあね、大好きはちょっとだいぶね、だからまだおじさんじゃないけど、大好きいくつになったの。41ですよね。あ、41じゃあまあおじさんだね。まあおじさん、ちなみに今日の、このクリは何だか分かりますか。でもさっきゴルフの仲間です。ゴルフの仲間です。ゴルフ上手くなりたい仲間です、ね。まあ一応つながりとしては高校っていうつながりがね、鹿児島実業っていうつながりがありますけれども、はい。はい、でこの2人がもう来てくれたっていうことは、はい、同じ高校の、はい、メンバーで高校時代をちょっと語り合おうかなという、そういった。そういうことなの。ゴルフだと思ってきたのに。すいません。一回もゴルフ呼んでくれないんだもん。なんだこれ。すいません、本当にね。呼んでくださいよ、ちゃんと。ね、本当ですね。ちなみに、はい、プライベートというか、3人どういった感じのそのご関係なんですか。うん、だってここも全然かぶってるんですよ。かぶってないですよ。そう、俺はかぶってるんだけど、連絡しても折り返し来ないから、だからもう、そういう人だから。そうですよ、そうですよ、そうですよ。それはおかしくない、大好きですね。先輩なのに全然こうね、そう誘ってくれない。じゃあお前ら行こうぞってね、そういうの何にもないもんね。まあちょっと、庄司はまだ一応つながってるけどね、大好きはもうだいぶ離れてて、まだ現役ですから、そういう意味では。ねえ。呼んでくださいよ。ねえ。昔もなんか飲みに行くみたいな、そういう噂がすぐなった時も全然なんか呼ばれないなぁ、呼ばれないなぁみたいな、俺すぐ分かんないよねって。もうそういう先輩なんだよね。そんなことないですよ。そんなことないですから。松井さんはこう前園さんってどんなお関係というか。もう監督がずっとゾーンさんね、庄司さんの話も延々するんで、もうその頭がもう全部入ってますから大スターだからね、やっぱ鹿児島が生んだね。そうそうそう、伝説のマー君って言われてる。伝説のマー君、マー君やめてください、恥ずかしいですからね。おじやそ、じゃあですね、ここからはトークテーマ、はい、番組の方からですね、たくさんそこで聞いてますので、一人ずつ一枚ずつ聞いていって、はい、そこに書いてあることについて、はい、ちょっと話し合おうみたいな。わかりました。はい、じゃあ一番下からいきますか。大輔か、お願いします。いいか、はい、うん、もう分かりますよ。もうこれですよ。おー、それ、はい、いいですか。センター行くね、センター行くね。やっぱポジション真ん中から、やっぱ果実はやっぱ真ん中から、真ん中から写真撮るのも真ん中から、真ん中から。そう、それが大事ですよいきますよ。どうぞ。監督という立ち位置に興味はありますか。あ、なんかそう、ちゃんとした、ちゃんとした真面目なやつなんだ、はい、こうですね。ここのスタッフはそういうこともできるようになったんだ。ちょっとびっくりでしょ。びっくり、もうすごいふざけてるのかなと思ったら、大体ふざけてるから、ね、ふざけてるんですよ、適当で舐めてるからさ、もう庄司は分かるんだよね。分かりますよ、もう僕ちょっと初めてなんで。そうでしょ、大丈夫、どんな感じなのか、ね、まだ掴めてない。失礼がないか心配なんだね。さ、うん、マークも S 級持ってるでしょライセンスをね、ああ、うん、一応、うんうん、俺たち S 級を持ってるから、うんうん、ね、まあ一応取りましたよ、やっぱり。取りました。何のために取ったんですか。いや、それはやっぱりもしかしたらいずれ自分がね、はい、監督をするかもしれないし、その時にやっぱこのライセンスないとできないですから、うんうん、そういった意味で、まあ、だからもう早めに取ったの、2011年かな。ああ、そうだね。そうそうそう、早いですね。はい、庄司は、まあ、庄司は持ってるんですね。俺持ってるの。すごいですね。持ってるんだけど今のところ興味は全くない。そう、これなぜかっていうとさ、違う、今クラブマネージメントをやってて、うん、で、まあ、北海道の社会人チームもそうなんだけど、うん、まあ、全部やっぱりこう運営から何からいろんなことをやっぱりこうマネージメントできて、うん、でさらにその頭があって監督やったら、うん、多分クラブってすごくうまくいくんだよね、うん、いつもさ、クラブって現場とさ、うん、フロントみたいな分かれるじゃん、うん、
だからこういうのって全部勉強しとけば、あ、フロントはこういうこと言ってきてんだな、でも現場もこうだよっていうので、うまくこうチームは全てこううまくいくのかなっていう今考え方で、今そういうクラブマネージャーを学んでるから、後々はねやりたいなと思いますけどね、はい、まあ、その時に持ってないとね、そのライセンスを持ってないといけないし、だから俺もだから今のところはないかな、うん、オファーはなかったの今まで一回もないですよ、ないの、あ、あんの、あるね、あるんですね、すごい、いいな、え、翔士さんあるんですね、まあちょっとね、あ、そう、1チームほどあったんだよね、あ、それはいつぐらい、翔士1チーム目は結構前、結構前、6年ぐらい前ぐらいかな、もう1回はで、もう1回はその後4年ぐらい前ぐらい、あ、へー、そう、あった、え、それはなんで、その時はなんで、そのなんで、なんで、言い方が、言い方がなんでじゃないですよ、どこのチームとかじゃないですよ、そうですね、まあ、そうそう、まず、まあ、J2、J1 っていうのがちょっとあったの、おー、すごい、だけど、まあ、いろいろ話を聞いた中で、はい、まあ、条件とか、うん、もう結局やっぱりこう1年とか契約期間が、うん、2年とかありますね、っていう形で、うん、俺はやっぱり3年やりたい、うん、あ、まあ、3年が周期ですからね、やっぱり3年周期でやっぱりこう育成ももちろんそうだし、うん、もうクラブ関連をやっぱりこう全部こういろいろね、うん、一新したいなと思ってて、うん、その頭があるから話をしたんだけど、うん、まあ、ただやっぱりこう、まあ、J1 は特にね、うん、やっぱ結果だからやっぱ1年でっていう話がちょっとそういうのもあったし、もらった時期も結構ギリギリだったの、もっとこう前のシーズンの途中ぐらいから、はいはい、準備してとかっていう風に監督って普通やるんだよね、シーズンが始まってんだけど、その次のシーズンやってくださいっていうのが結局キャンプ前だったの、すぐ、うん、キャンプ前に次のシーズンどうですかって話来たから、うん、やっぱり準備がやっぱり難しいから、うん、もうちょっと準備期間欲しいって話をしてて、うん、でお断りしてとかっていうね、うん、実はそういうのがあったの、なるほどね、だからそこで受ければ、まあ、もちろんやってましたよ、そういうことだよね、うん、そのお互いのね、そう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 、タイミングもありますし、ね、タイミングもあるし、まあでもありがたいことだけど、まあそういうのもね、いいね、オファーがあったって、え、ないの、ない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 ゼロ、あ、ゼロ、うん、それコーチとかもやっぱないんですか、コーチ、いやなんかもしやるとしたら、うん、なんとなくその庄司が言ったその準備とかって、うん、今の仕事をなんとなく少しこう削りながら、うん、そっちのにシフトしていかないと、ね、やっぱりそれはないよね、多分おそらく、まあ、だから結局これだよねそういうことですよね、見えてる、隠さないと、そこは見えてる、情熱よりもそうだよいやほら、そこも含めてよ、全て含めてだけれども大好きはどうなの、まだ現役だけれども、なんかやってくれって言われたらやりたいと思いますけども、でもその監督よりか僕コーチがすごい興味あります、本当、だからなんかその下にいていろんな人のコーチ、うん、一応こうテクニカル的なね、あるじゃないですか、テクニカルなとこの全部ポジションやったんで、そのコーチとしていろんなポジションの選手をこう見たいっていうのがあります、あとはやっぱ子供のそのコーチやりたいです、育成のコーチね、それもそのコーチ、まあ、監督とかじゃなくて、はい、ただ単にこういろんな地域を回ったりいろんな J リーグのところを回るテクニカルコーチみたいなのが、うんうん、そういうのがあれば、そういうこう部署をこう、それは多分大輔とか協会とかでなんかそのポジションありそうだけど、うんうん、あのほらウッチーとかさ、ロールモデル、ロールモデル系のそれのなんかほらもっとこう普及で全国回るみたいな、だ僕はなんかあのいろんな J クラブのそういう、うん、ところに行きたいです、あ、下のところとか、あ、教える、じゃあ新しいの作ろうよ、作ろう、そういうの組織作ればよ、この番組でこの番組で作ってもさ、正直誰も見てないからさそう、もっと大好きとかやっぱ教会とか、あ、そうだね、まあ、ちょっとしがらみもあるかもしれないけど、そういうところの方がいろいろちゃんとこう動けんじゃないかな、野々村さんがさ、今ね、野々がいるからなおさらそのあたりだから、こういうね、そういう J リーグの各こう、ね、育成に行くっていうのがいいんじゃない、うん、僕はそういうのそういうの新しいよね、ああ確かに、僕しがらみが大っ嫌いなんで僕あじゃあ教会はどうかな、ちょっと難しいかもしれないちょっと難しいかもしれないけどじゃあ庄司行きますか、行きましょう、うん、俺はねもうめんどくさいから、あ、もう手前もう早め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 、うん、はい、行きますよ、お、鹿児島実業の話です、あ、はい、来ましたね、はい、鹿児島実業の学食で一番美味しかった食べ物は何でしょうか、
これ学食の話ってちょっと時代が違うからさ。そうっすね。ちょっと待って、さ、大輔は男女共学じゃないよね。共学ですよ、もう。マジか。なんでやっとさんの時にもう共学だったの、ちょうどあの時点で。そうだよね。あ、そうなんだ。いや、だから俺たちが最終なんですよ。あ、庄司がもう最後？最後ですよ、あの甲突川のあの横のねボロボロな校舎でね、牢屋みたいな。そこ知らないの？知らないですよ。知らないですよ。うわ、めっちゃ綺麗な学校でしょ。知ってる、びっくりしたもん、俺行った時に。そうね、びっくりしたもん。めちゃくちゃ綺麗でした。男女共学になったね。男女共学で、だから俺たちの時代はマークあれですよ。もう男子、じゃちょっと話が通じないんじゃないの、大好きだと思う、多分。本当に、うん、そうですね。学食はあったの？ありました、ありました。あ、あった、学食あった。でも朝の豚汁はありましたよ。豚汁ね、豚汁、豚汁はあんだ。あるある、そこはやっぱ残ってんだね。でも具はないですけど。ああ、具は確かにない。まあまあまあ、まあね、うん、あれね、それ調べたの。あれですか。そう、ちょっとうちの YouTube で調べたの一回で、当時マネージャーだったやつ、マスミツってやつにマスね、そう、連絡して、うん、で、あの当時の豚汁を再現したいんだけど、どうだっつったら、こんな寸胴のね、こんな鍋に、はい、豚肉は 200g しか入ってないらしくて。こんなでかかったよ。そう、こんなでかかったでしょ。豚肉 200g で、人参が2本。何が入ってたんだよ、あれ。いや、だから結局入ってなかったよ。汁、汁、そう、汁、豚汁じゃねえじゃん。そうそうそう、でも一応入ってるから豚汁だ。すんごい栄養が高いとか言われてて、言ってたけどね。そうそうそう、でも全く違ったっていう。あれ、具が入ってるから栄養高いですよね。そうそうそう、汁だったら栄養ないってことじゃないですか。俺らでも味噌にはこだわりがあったらしくて、うん、でも味噌汁だね。豚汁じゃないじゃないですか。そうそうそう、騙されてました、ね、騙されたよ、本当に。あの、多分ね、もう見てる方は分かんないけど、もう校舎がもう全く違ってね。俺らもだってひどかっただよね。ひどかったですよ、あの校舎。はい、いや、見たことないです、これ。ないでしょ。はい、ああ、そうなんだ。見たことないです。いや、本当にもう牢屋だよ。いや、そう、ああいう窓ガラスのところに必ずああいう奥にあるあの鉄格子でこう出れないようになってるんだよね。そうそうそう、監禁されてるみたいな感じ。いや、本当に本当に。まだ行かないですか、学食。学食行って、学食行って。学食ね、ちょっとね、覚えない。何美味しかったって。俺たちはなんか辛かった思い出がある。うん、そうね。お金がやっぱりなかった。なかったから。あ、まあ、確かにね。全然なかったし。そんな毎回食べれなかったでしょ。食べれないよ。高いもん。何食べた。唐揚げ弁当350円とかね。そのぐらいしてたんだよ、当時。いや、本当に。だそのお金はやっぱり結構学生には大きかったから。大きいですよ。だってあとは、原田温泉でお風呂行かないと。お風呂代があるから。そう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 。確かに確かに。だから、そんなお金いっぱい使えないから。うん、唐揚げ弁当はすごく憧れだったの。憧れで、先輩から俺たち1年の時に、でなんかこう射程みたいなのに作るの、うん、あ、先輩のあれですよね、先輩の。そうそうそう、だからお昼休みになったらバーッと先輩とこ行って、でお昼何がいいですかって言って、はい、あ、買いに並ぶか、並ぶっていうかね、買ってこいですからってね、うん、そうで唐揚げ弁当となんとかパンと牛乳ととかって言われて走ってって、うんうん、もうすっげえ争奪戦だよね。そうそうそう、いろんな部員とかね、いろんなの来るからさ、マシャー唐揚げとかって言いながら、うん、それでそれを買って先輩届けて、うん、そっから俺たちまたこう行くんだけど、ね、もうないの、ほとんど。そうなんだよね。だけどお金がないから野球部、うん、野球部の寮がものすごい豪華なね、お弁当昼ついてるんですよね、うん、へー、すっげー豪華なお弁当、うん、でも野球部は毎回一緒だから飽きるんだ、うん、でそれを100円で譲ってもらって、そうそうそう、それを食べるっていうね、それが印象に残ってるの、うん、だから唐揚げが一番なんか人気で、そうですね、そう、僕らの時もそうでした、唐揚げ弁当みたいな、そういうのはカツ丼とかもあったんだ。あったあったあった。でも学食は1年生の時食べれなかったんだよ、俺たち。その場所で俺らも食べなかった。僕らもそうです。あ、そうなの、はい、そうだよ。あ、そうなんだ、ね、それは多分伝統で、多分誰かが、そう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 、決めてるのか。あそこでは食べれないんですよ。そう、1年生食べる、1年生食べる、そう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 。だから2年生やっと、うん、1年生になった時に初めてカツ丼食ったの、うん、あったかいの、うん、超美味しかったね。そう、美味しかった。分かる分かる。ああ、うん、誰があれ決めたんですかね。いや、なんか誰かがなんかそういう伝統の、そのなんかありますよね。なんかそういう、あれあれ、うん、あ、あのさ、朝練終わった。朝練ありました。朝練で筋トレしてた。いや、筋トレもありましたし、うん、裸、まあ、裸はでも野球部ですよね。えっ、いやー、何ですかこれ。これ果実終わりましたね。終わってない、終わってないですよ。いや、俺だって1年2年3年は違ったかな。俺裸でこうバーベル持ち上げてたよ、こうやって。上半身裸だよ。上半身裸、上半身だけ裸なんだよ。野球部と一緒じゃないですか。そうなんだ。あれ何なの、あれ。分かんない。でね、
あのバーベルとかいろんなの置いてあって、うん、マーカードリブルとあと筋トレね、ゾーンがあって、これ裸でやるの？サーキットでね、サーキットでやるの？それここやったりして、一年中ってことですよね。1年中、そうだよ、夏、あ、春、夏、秋、冬、そう、冬も、冬もそうですよね、真冬もで、だけど3年生とか2年生はあの手袋はめていい、軍手、軍手はめて、裸に意味わかんないだろう。だけど冷たいんだよね、冷たいの、やっぱり朝だからさ、そうですね、そう冬なんて。でも1年生はダメなの？そう、3年生は OK なんだよな。そう、わけわかんない。それやってないんだ。やってないですね。やっぱちょっと変わってきてるよね、そのあたりが、まあ、だけど話はずれましたが、まあ、マークは何なの、これ美味しい。やっぱ唐揚げですよ。唐揚げ、やっぱり唐揚げなんだ。大好きも唐揚げ。そうです、多分ね、今食べたら別にそんなに美味しくない。確かに それ多分、ね、それちょっと待って、そこの人に失礼です。すいません、もしかしたらね、美味しかったんだろうね。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。じゃあ行きます、はい、もうこれ行きますよ。じゃあドン、鹿児島実業高校を選んだわけ。まあ、ここは俺はもう何回もねこう話してるけど、大輔はだから俺ちゃんと聞いたことないな。ああ、本当ですか。何回もまあ言ってますけど、一応なんかいろんなチームを回っていったんですよ、セレクションで。関西から九州にかけてこう行ったんですよ。こう西に、だって京都でしょ。はい、京都です。もともと、はい、だ京都さんがガンバ、奈良育英、東、近くにいっぱいあるじゃん。そう、東福岡で果実行ったんですよ、最後に。最後だし、下まで降りてきた、はい、で東福岡行った時に、なんか千葉監督でしたっけ、がなんかそんなに興味持ってくれなくて。え、あ、そう。でも市船とかからもオファー来てたんですよ、うん、でもこう東には行きたくなくて、なんかチャラチャラしてるのが嫌だみたいな、うん、で一番下まで鹿児島行った時に、うん、松田先生にお前はもうすんごい褒められて、うん、褒められてじゃあ行こうみたいな。そうなんだ。そうです。あと上の年代のやっとさんもいたし、田上さんっていう先輩がいたんで、先輩にこういい人がいる高校に行きたかったっていうのもあったんですよ。あと桜島中と練習試合あったんですよ、その時に。たまたま桜島の中がすごい強くて、で同じ年代の人たちがちょうど上がると、それも決めてた。それもあ、いいチームになるんで、一緒にできるし、それですかね。でも練習もやったんですけど、大丈夫かなって思いながら、大丈夫かな。いいことは言うからね、松田監督も。当然ね、それは当然ですよ。まあまあ、はい、守ってくれたと思いますよ、多分。あ、そう、監督は。うん、はい、でも僕ここにやられましたけどね、入ったら。入った瞬間に、ね、入った瞬間にもうゴロッと変わると、ね、変わりましたね。はい、そっか。じゃあ大輔の時はまだやっぱ監督はそんな感じで元気だったんだね。まあ元気だったね。元気でしたね。ちょっと弱ってましたけど、うん、だからまあ髪の毛も伸ばせたんですけど、僕ら。え僕らの時は髪の毛伸ばせた。何の話何の話いや何の話してんの。ちょっと髪の毛伸ばせたどういうことなの。いや、僕らの時代だけじゃないですか、多分。僕髪の毛伸ばしてた。僕と豊か、だからが髪の毛伸ばしました。どういう経緯で、その勝手にやっちゃったんじゃないの。違うの。監督がなかなか来ないんですよ。1ヶ月ぐらい来ない時あったんですよ、うん、心臓の手術でなかなか来なかったんで、うん、その間で髪の毛って伸びるじゃないですか。まあまあ伸びる、まあ、まあ分かるよ。それはそこまで分かるとして、うん、それでシャンプーとかもう早く伸びるやつあったりしてますか。2000みたいな、知らないですね。分かんない。それやってたの。こうやってって伸ばしてたの。伸ばして、うん、で監督が来ると、うん、伸びてるなみたいになって、ウィーンってやるんですけど、うん、だいたい来ない時期もあるじゃないですか、うん、それ長かったんで、コミュ力伸びたんですよ。え、それで監督は嫌いって言われなかったの。言わない、あんま言われなかったですよ、もう、で、それはみんな伸ばし始めたの。でも、分かるじゃないですか、ちょっと試合とかすると、すぐもう、かもられるじゃないですか、うん、そこですぐ、バリカンもすぐあるのか、バリカン置いてあるじゃないですか、まあ、誰かがしら持ってるんで、うん、ってやられるっていうのが、僕らの時代でした。はあ、僕らの多分 2,3 年だけだったと思います。それ以降は多分もうなんか監督も元気になっちゃって、うん、
あんまり伸ばしてる選手いなかったです。あ、そうなんだ。じゃあちょうど間のその2年間ぐらい、僕らの時だけだったみたいです。特別じゃん。ユタカがいたんで、田原が。田原の時だけはもうすっごく優しかったです。はあ、そう。いやで俺2年の時にさ、うん、初めて準優勝した時にさ、はいはい、ちょっとなんか伸ばしてみたいになって伸ばしたんだけどさ、はい、伸ばし方が分かんないからこう逆三角形みたいな、これさ、ちょっとたまに、そうそう、たまに使われるんだけど、ビーバップハイスクール、ビーバップハイスクールみたいにこうなっちゃって、あったあった、あ、これはダメだなと思って。いや、そういう時代よ。だけどあれ見てて、俺はかっこいいと思ってたよ。かっこいいと思ってた。分かんないからね。あれがいいと思ってね。そう、あれがいいと思ってた。いや、ちょっとやっぱ時代が違うよ。ほんと違う。何だったっけ。選んだわけね。選んだわけ。話がそれるからさ、ごめんごめん。だから俺はもう選択肢がなかったから、そこしか。逆に言うとさ、高校サッカーをテレビでずっと見ててさ、他にテレビやってなかったじゃない、まあ、ね、あ、こう果実行きたいなと思って、うん、でそれこそ大輔が言った、その俺も初めて選抜に選ばれたのは中学校3年の時かな、うん、その時にそれこそあの遠藤拓、うん、遠藤三兄弟の一番上とか、うん、藤山隆二とか、うん、あの辺がやっぱ桜島で小学校の時は上手くて、うん、全然勝てなくて、うん、で一緒に初めてチームになった時に、うわっ、こいつらと一緒にやりたいと思って、この年代で果実行きたいと思って、それがやっぱり決め手だったんだよね。なんで鹿児島ってあんなにレベルが高いっていうか、うん、いい選手出てくるんですかね。よくわかんないんですよね。なんでかね。めちゃくちゃ身体能力もさ、うん、高いですよね。高い人多いよね。そうだね。でそれで庄司が、すごい選手がいると、監督が、正監督が、はい、で前園こういう城庄司っていうすごい選手いるから、あの、これ絶対欲しいから、はい、お前ちょっと電話しろみたいな、このぐらいの距離にいて、家では監督をこうやっててあそこの寮のところでこうやってで電話しろって言われて、これでずっと電話して、庄司、あの、前園ですって言って、そう、あの、連絡来たのよ、ぜひ一緒にやりましょうって。そう、いや、だってね、スーパースターじゃない。はい、そうですね。で、前園さんから電話来たと思って、家の電話に来てね、はいはい、で、いろいろ聞いたらさ、したら、いや、君のことはよく知ってるよって、ね、よく見てるし絶対知らないよ。そう、君とね、一緒だったら君とプレーがしたいと、もうとにかく会室に来てくれと、俺は本当に待ってるよみたいなこと言ってくれたの。前園さんからこんなこと言われたよって、もう舞い上がっちゃったわけ。で、俺、帝京高校とかさ、まあ、他からもいろいろ憧れるからね、話があって、俺は帝京に行きたいと思ってたの。で、親父にも帝京俺行くよって言ってたら、次の日に前園さんが連絡来て、でもそれに浮かれちゃって、でも親父、俺前園さんにそうって言われたら、やっぱり開通行くわって、それで開通決めたの。そうだね、そうだね。そしたら入部して、あれしたら、はじめましてみたいな感じで、全く知らなくて、監督に実はそうやって電話しろって言われたんでね、ずっと後に言われてさ。いや、でもそんなの初めてだから、監督がそんなこと俺に言ってきたの、3年間で。そうですね、なかなかそんな言わないじゃん。そう、この選手、いい選手いるとか、そんなことも一度も言ってこなかったのに、初めてだから、庄司が。いや、だけど俺はまあそれで本当に信じたわけじゃない、はい、園さんとやりたいと思ってね、こんなこと言われたってね、うん、で、嬉しくて入ったでしょ、うん、だからこれは絶対嘘だったっていうのはもう分かったから、うん、俺も絶対仕打ちしてやりたいなと思ってたの。園さんに、園さんに。いや、そしたら、うん、たまたま俺たちが3年になった時に、今度1年の平瀬、うん、平瀬がやっぱいい選手がいると、うん、はい、じゃあ電話しよう、うん、これだと思った。分かっただろ、気持ちが分かった、気持ち分かった、うん、これなんだと思って、これなんだよ、先生ここに行ってね、うん、で平瀬に電話して、うん、あ、平瀬君、君のことよく見てるよ。同じフレーズでそれで入れ込んだっていうね。そうそこが伝統になってるっぽいけどね。そうだね、必ず欲しい選手はね。これで確かにもう歴代のフォワードが代表入ってましたもんね。そうだけど、前園さんから連絡来たらさ、いや、まあ確かに、それは嬉しいでしょ。そうですね。そうっすね。ああ、本当騙されましたよ。騙されたって、ね、騙されたね。そうですね。じゃあ、でも俺は真ん中いきますよ、じゃあ。真ん中好きだね。うん、ああ、いきますよ。お、松澤隆監督との心に残るエピソード。あー、もう覚えてないな、もう俺。大輔はその、うん、ご指導いただいた？ご指導
そういう言い方でいい。まあまあまあちょっともうご指導、ご指導は熱烈なご指導いただいた。熱烈なご指導。僕らの時はもう悪かったんで。あ、そんなに。はい。だから選手同士でってことですね。ああ、選手同士の気合いね。はい。それはずっとね、あのね、試合前から。でもなんか先生がやらなくても他の生徒がやるんですよ。なるほど。なるほど。はい、3年生とかもそうだし、そうやられるんですよ。それはもうしょうがない。それはね、伝統でもう通ってたじゃないですか。まあそうね、なんでエピソード心に残らないですもん。なんかもう終わっちゃうから。もうそれ言うと大好きでも終わっちゃうのよ。まあなんか心に残るエピソードじゃないですけど、ゾノさんとか翔士さんが言われてたことをまたその後輩に言ってるっていうのが耳にするじゃないですか、うんうんうん、それは嬉しかったなって思いますね。ああ、なるほど。ゾノなんちゃっていう、なんちゃっていうのを毎回こう聞かされてるんだろうなっていう高校生に、松井はワールドカップ出てこういう風にしてたんだよみたいなのをこう言ってくれてるっていうのは、伝えてるっていうのはなんかこう伝統があるじゃないですか、うんうん、こう受けなんていうんですかね、語り継がれるみたいな、まあうんね、それは嬉しかったなと。俺たちもそういうことをね、そうかそうかそうか、ゾノさんのその過去をいっぱい知れたわけじゃないですか。翔士さんの過去をこういっぱい知れて、こういい話があるわけじゃないですか、うん、まあ嘘もありつつ、うんね、まあそこはねすごい持ってるところもありつつ、そこはね、うんうん、そういうのも聞けたっていうのはまあ嬉しかったのは嬉しかったですね、うん、その教え子がやっぱりね、それワールドカップとか出て活躍して、それをこう後輩とかに言うのは誇らしげだったんじゃない、うん、監督はね、やっぱり。俺はね、一つあるんだよ、すっごいもうエピソード。もう2年生の時に、はい、でね、前園さんの話だった。おお、俺いないからね。そう、もうプロになってね、プロに行って1年目だ。そう、1年目でね、じゃあ前園は変わったよというわけ、うん、プロ意識なんかね、いろいろやっぱりプロになると変わるんだなと思って、うん、ああそうですか、なんですかって言ったら、あいつはねってすごいスポーツ界に乗ってね鹿児島のね、街をね練り歩いて俺のとこにはね、一切ね、挨拶もしないで、ね、そういう風にね、遊んでるプロってそうなんだなっていう一言がすごい心に残れって。そういや、忘れもしない、あの1年目でスポーツカー買って、うん、で、うん、あの車で鹿児島まで帰るの大変じゃない、はい、だからあれどこだ、芝浦かどっかからフェリーで車乗っけて宮崎に着くんだよ。でそこから車で鹿児島帰ったの覚えてるもん。帰ったんすか。帰ったんだよ。すげえ、うん、そうよね、それ覚えてて、監督のところに行かなかったから、行かなかったでしょ、怒ってるって噂もずっと聞いてたもん。そう、そういうの耳に入るんじゃない、入るのよ。やっぱりね、狭い町だからいろいろ情報入るのよ。いやだから俺は絶対に鹿児島帰ってくるときは先生のところに行こうと思ったもん。本当に行かないとこれまずいと思う、ね、まずいっていう。そう、多分そのことを多分俺は聞いてたと思います。ゾノさんは帰ってこなくて、ジョーさんはちゃんと帰ってきたぞみたいな、そういう話も多分あったと思います。あったあったと思います。俺は良かった、良かった、それは。その時さ、やっぱりさ、1年目って92年俺入団だから、93年の開幕前だったんだけど、1回もレギュラー出れなかったから、トップチーム上がれなかったのよ。そっかそっか。そうだから、なんかちゃんと挨拶行けなかったんだよね、やっぱり。あ、そっか。でその後なんかレギュラーになってから、うん、で鹿児島で試合ある時にちゃんと挨拶行ったの覚えてんだよ。そうだね、うん、俺もだからみんなでして、高校あんまり高校時代がそんなになくて、まあ、うん、怖かったから、うん、こう距離を詰められないじゃない、うん、なんかやっぱりこう、まあそうだね、こっちから話しかけられることもできなかったし、うん、でもあの俺お酒の事件があったでしょちょっと、ね、もう自分からないよ、自分からいや、ごめんごめん。その時に、うん、まあいろんな人に電話するじゃない、はい、迷惑かけたから、はい、で松田監督にも電話したんだよ俺は。おおおおね、いやしなきゃいけない、結構早かったかな、あの結構 1,2 番目だったと思うんだけど、まあ、テレビ局に謝罪に行って、で個人的に連絡したのは本当1番目か2番目ぐらい、家族の次ぐらいだったと思うんだけど、ほんで連絡したらもうワンコールぐらいで撮ったんだよ。早っ。早いでしょ。まあまあ登録してるっていうのもあると思うけど、パッて撮って、おおっつって、なんかおおっつって、毎回のあのおおっつって、監督すいませんでした、ご迷惑かけました、いや何も迷惑かけ、あのかかってないぞっつって、
これまでと一緒や、うまくいかなかったらもう一回やり直すだけ、一から頑張れってガチャンって切ったんだよ。うわもうそんだけなんだよ。でもう、そう、その後いろいろ喋ろうと思ったけど、もうそれだけ言ってじゃあなってバッて切ったんだよ。でやっぱそれが俺はすごく心に残ってて、あそれちょっと投げますね。そうだからもうこれまでと一緒だって、もう一回最初からやれって言って、それはやっぱり響きましたよ。いや、いい話ですね。すごいね。いや俺が今泣きそうになっちゃった。いやだから僕はその一言は俺は大きかったから、ああもう一回やらないとなと思って、勝ち時と一緒で、ね、うん、いや俺さっきの俺カットしてくれたおかしくなっちゃうね、それね。じゃあ庄司よし、じゃあ行きましょう。もう近いとかね、はい、近くも一番頑張って練習したこと。俺もずっと思ってるんだけど、果実でこうやって残ってるメンバーいるでしょ、うん、一生懸命やってるけれどもうまく要領よくやってるメンバーなのよ。うん、それは多分自分で考えてね、何が必要かっていうのを考えながら、あれをあの果実の練習を 100% そのまま受けてやってたら多分潰れてるんですよ。うん、そうですね。こういう選手たちは多分その中でも自分がどういうふうにやればいいかとか考えながら多分やってたから、うん、練習の中で。そうでしょ。そうですね。でも、ね、なんか一番練習しましたよね。いやそりゃそうよ、練習量としては絶対そうだよ。いやもうすごかったですよ。僕は那須と一緒にその練習がない日も1対1やってたんで、うん、はい、それはどこで、学校で、ハララの家の、あのハララの近くに公園あるじゃないですか、うんうん、あの辺で。マジで、はい、それはすごい。俺ら練習以外でボール蹴ったことないよね。もう蹴れなかったよね。もうボール見たくない、ね、見たくなかったよね。本当にそれはすごいよ。すごいわ。僕らでもそん、うん、そうですね、どれぐらい練習してたの。いやでも4時半からじゃないですか、うん、4時半終わった。だからまあ大体8時ぐらいまでやって9時に帰って飯食ってみたいな、そういうのなんかあるじゃないですか。でも月曜日だけが休みじゃないですか、はい、月曜日でミーティングで、あ、そうです、そうです、俺たち交通機関のね、あそこ走る、まああの学校の前交通機関が長いから、そこのそこをぐる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 もあの馬のように走らされてる。もうとにかくパドックを走ってるから、本当に走渡ってもうそう、うん、あ、そう、そうなんですね。だから結構きついんだよね、それが。休みはなかったんですね。休みは基本ない。月曜僕らの休みだったんですよ。完全オフ、まあ、ミーティングあって休みなんですけど、うん、まあ、掃除、うん、まあ下にね、はい、下、あの下宿の掃除と、うん、あとあそこの部室の掃除があるんですよ、はいはい、それ絶対やらないといけないということで、うん、月曜日だけはその掃除とミーティングなんですよ、うん、それ終わってからまあまあ時間がちょっとあるじゃないですか、うん、だからそこで那須と一緒に練習しに行くっていうのが日課だったんですよ。そうなんだ。でそこでずっと那須のこうやって1対1こうやって相手やるんですけど、このディフェンスやるじゃないですか、こうやってディフェンスやるんですけど、あいつと1対1をやってた、永遠にやってるっていう感じでしたね。すげえ。だ学校の近くにグラウンドあるから、うん、まあそうだね、すぐだもんね、すぐね、はい、俺はバスでしたもんね。俺はバスで移動だったから。僕らがあれですよ、これ。え、何原付きっす。原付き僕はちょっとすごいこと言ってますね。迷惑から学校まで原付きですよ。原付き、自転車じゃなくて。自転車が1年生です。原付きなんてだって果実乗ってるやついなかったでしょ。いないですよ。俺たちはだってずっと3年間グランドまであれだよ、あの休みの日はあれですよね、自転車ですよね。自転車ずっとこんな山道こうやって行くの。でこれを自転車で行って1年生は足をついちゃいけないというルールがあって、そう、最悪じゃないですか。だから自転車だったら1時間以上かかるよね。1時間半以上かかる、全然かかる。へえ。だって学校にグラウンドっていうグラウンドがなかったもんね。そうすごいちっちゃい校庭があった。校庭があっただけ。そうでそこで4時間練習して帰ってくるから、帰ってきた頃がもう10時近かったよね。そうもう、あ、そうなんだよ。でそこから筋トレとか、うん、そう3年生帰るまで残って、だからあの飯の時間とかも別に決まってなかった。決まってなかった。逆に言うと一番遅い時間に1年の時も帰ってたし、うん、10時半11時ぐらい食べて、うん、洗濯当番して。え、ガンママはガンママはもうほとんどいないね。もうそう、もうご飯置いてある。あ、置いてある。ラップして置いてあって、で
あったかいご飯だけこうジャーがあって、そう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 、それだけなんだよ、でも置いたんだよ、だまあ、まあ冷めてるし、そう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 、ご飯だけあったかいね、ご飯だけあったかい、うん、すごいっすね、そうなんだ、全然違うんだ、ね、全然違うっすね、何だったっけ、いや、いい練習したこと、練習したこと、いや、だからもう練習はいっぱいしましたよね、まあ、そう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 、いや、もう、ダッシュ期間あった、いや、ダッシュ期間ないっすよ、え毎日か、話なんないよもう全然果実のつ果実じゃない、え、ダッシュ期間ないの、ないですよ、ないんだ、え、テスト期間に、うん、要はもうダッシュしかやらないんだよ、もうボールつかない、ダッシュだけなんだよ、ゴールからゴール、ないですないです、初日が50本ゴールから16秒、え、17秒で45秒で帰って、43秒で帰って、ないです、ないです、それだからあのマネージャーがこの正の字を書いて50本、で2日目から10本ずつ上がっていく、そう上がっていくっていう、1週間合計もう100ぐらいになるじゃないですか、そう、もう100近くでも遅いやつは蹴飛ばしてそうそう、全員がね、そう入らなきゃいけない、連帯責任だから、1人遅れると1本追加だからいやもう無理っす、それは2、3人倒れて救急車で運ばれる塩舐めさせられた、そう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 塩舐めに行けって、塩舐めて、舐めてこいって、そう塩舐めてこいって、もう塩舐めてくるね、うわってでも水は飲めないけどね、そういや無理ですよ、無理です無理です、僕らは練習の後、4時間の練習の後、その走りが絶対あるんで、毎日クーパー、クーパーじゃなくてクーパーもありますけど、もう1000とか1003本とか、あ、そういうの、あ、そういうの、1006とか1600、400、300、200、それのリターンとか、ああ結構ちゃんとした練習だね、ちゃんとね、うん、考えられてる、科学的な、考えられてないです、考えられてないです、練習4時間ぐらいやってるんですよ、その後ですもん、おお、うん、まあまあそう、いや違う感覚がおかしい、いや感覚が俺らみたいなあのさ、馬みたいにずっとパドックをぐる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 もうずっとさ、橋渡って橋渡ってこうぐるぐるパドック、ね、パドック、ほんとそんな走りばっかりだよ、育毛の父ちゃん、頭皮ケアしているメンズどう思う？好きかな、頭皮ケアしてる人、ウルトラ育毛剤チャップアップ、じゃあ大好きな真ん中を、はい、どん、生まれ変わっても鹿児島実業に入るか、入らないこれで終わるでしょ、ゾウさんは入るんですか、いや、俺ももう一回入ったからね、なんか生まれ変わったでしょいやいや、だからあの、いや大輔がいた頃の果実だったらちょっと、うん、そうね、考えます、うん、ちょっと、うん、いやだいぶきついっすよ、全然違う、いやいやいや、きついって言っても、果実じゃないもん、果実ですよ、いやいやいや、伝統もすごい残ってましたよ、まあ、残ってるけど、言ってもそのスクーターだの、ね、男女共学、そう、髪の毛ちょっと伸ばしたり、髪の毛伸ばす、やっぱそういうことを考えるとやっぱりちょっと全然違うもんね、でもし生まれ変わって果実に入ってなかった、うん、この席に座ってなかったっていうのだとどうしますか、うん、じゃあもしだいぶ大好き、深いところ、深いところ、それもさ、うん、もし果実に行ってなかった場合もあるじゃないですか、分かるよ、じゃあもうね、チャラチャラして、あ、そうだね、男女共学のとこ行って、あ、サッカーしてでも果実入ってもチャラチャラしてたからそうね、そうそう、坊主でチャラチャラしてたよな、坊主でチャラチャラ、坊主で五輪でチャラチャラしてたよ、そうそうそう、ちょっとバンダナこう巻いたりして、ね、そうバンダナやってたんですよ、宮沢りえの写真集買ってね、そうやってましたけど、そうですよ、え、大好きはどうなの、もう入らないかもしれない終わったよみたいな、そういうことなんだよ入るような口調で聞いてきてたんだよ、これ入れないのかな、まあでもやっぱり入ってなかったら、うん、こんな体力もなかったかもしれないですし、うん、メンタル的なものもなかった、まあそっか、はい、環境が人を育てるじゃないですか、間違いないね、鹿児島っていう人たちにこう、うん、いろいろ育ててもらったっていう恩恵もあるんで、僕は、うん、やっぱそれは、じゃあ入るの、まあ、はい、一応入りますけど、うわすごい、で少女は入らない、もう絶対入んない、入らない、確かにね、そういうね、
基礎を作ってくれたし、もういろんなことでいいこともたくさんあったし、いろんな人に協力してもらったけど、トータルで考えたら、トータルですね、やっぱりもうきつかったし、そう矛盾だらけだったし、そう確かに矛盾の方が大きかったの、大きかったの。でもそのね、矛盾に耐えられるようになったっていうのはね、すごく社会に出ても大きかった。そうだね。いろんなこうね、矛盾があるし、忍耐もね、ついたしっていうのがあるけど、でも俺はね、他行きたかったな。やっぱり提供とか行くね。やっぱり違う、まあ違うところをやっぱり経験してみたいっていうのも、もしかしたらきついかもしれないよ、いろいろ。だけど、絶対果実より理不尽はないと。マークはどう？入らない。終わった。終わったこれ。もういいですよ。あれも経験したっていうのはね。そうだね。もう一回だけ経験できればね。もう一回でいいですよ。やっぱり二回はちょっとね。違う人生を。うん、そうだね。やっぱり。だから結果的に大好きだけ入る。我々は入らないっていうことですね。以上です。はい。まあ、今この企画は終わるんですけど、この後ゲームね、まあ実際操作はしないですけれども、選手を選ぶ、で今日はですね、トーナメント式にちょっとやっていこうと思うんですけど、どうするの選手、どうやって1人いないで、この間は番組からラモスさんを用意して、ラモスさん出てましたね。そうです。え、またラモスさん、また番組から1人、戦ってくれる人を用意しました。今呼んでるので、そうですか。もう来ると、選手選びが重要。ゲームできない、できないか。冗談じゃないって言いたくないですけど。あら、サンドさん、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうもどうも。ないね、全然考えない。いや、変わってますよ。本当？はい。今そのワールドカップ期間中っていうのもあって、こっち仕事もあるから帰ってきてくれて。そうなんですよ。そうなんだ。普段はじゃあブラジルで。ブラジルでしょ？また後でいろんな話もね、聞いたりしますけれども。ワールドカップの話をですね、なかなか見れない4人なので、していただこうと。ぜひぜひ。ああ、やりましょう。お願いします。はい。はい。だからモロッコって本当にいい手本だと思うんだよ。簡単になった瞬間って。必ずやっぱりこう連動して何人かやっぱ関わっていくんだよね。シュート決めたじゃないですか。久しぶりにあっって言っちゃったんですよ。もうすごいなと思って。やっぱ一番ビビったのは2点目の浅野のトラップ。あんなうまいトラップしたこと俺見たことなかったな。最初からやれよみたいな。山本さん。